キリュウさん。ごめんなさい、私のせいで。怒ってませんか？ごめんなさい。そうですね。まるで自分の心が自分のものではないような、そんな感じが。あの時何かが私の心を捉えて勝手に操っているような、そんな感じがしました。それと同時に私の中にすごい力が。麻酔症に感じたのと同じような不快で強烈な力が流れ込んできて、それで。私、怖いんです。まだあの力が体の中に残っていて。本当はこんな長時間、人の姿をしていられるほど、まだ私は大人になりきっていないのに、力の調節が効かなくて。あれは私の中に勝手に入り込んだ力がさせたことです。だからといって私は彼を騙すような真似はしたくはありません。
なたが。キリュウ、あいつ何だったのかな。わからないが、が。ありがとね、キリュウ。リリスが嘘ついたのに送らないでくれて。ううん、そうじゃなくて、ただリリス、なんだかとっても嬉しいな。最近リリスを見かけないような気がするんだけど、あの子どこかに行っちゃったのかな。いるよ。うわ、びっくり。
りした。もう突然大声出すからびっくりしたじゃない。でもさ、あなたなんでこんなところに。うん、リリス、キリュウと契約したんだ。契約？あんなね、リリスにつきまとわれるの嫌がってたくせに、変われば変わるもんだ。ほほー、人生ときましたか。こりゃまた大きく出ましたな。